本日のゲスト秋山龍子さんです。はい、よろしくお願いします。そうですね、ご沙汰しております。はい、ありがとうございます。どうですか、はい、夏は乗り切ったですか？そうですもうね、暑かったですから ね。でも私の名前が涼しいことで龍子っていう名前なので、なんか私が行くと皆さんなんか、あ、爽やかな風が吹いてきたなみたいな、喜んでいただけますけれども、はい、歌わなくて喜んでもらって最高だね。そうですね、まずね、ありがたいことで、ね、でなんか夏になると思い出して呼んでくださるなんか、あ、冷やし中華始まったらじゃないですけど、そういう感覚で、あ、秋山龍子呼んでみようかなっていうのはあるみたい。そしたらすごい、もう仕事もまんまん。でもそうしたら秋冬どうなんでしょうね、ちょっと寒いなって敬遠されるかもしれませんけど、いやパワーあるからね、パワーで本当ありがとうございます。でも夏はなんかそういうことに乗り切りましたね。そうですね、はい、これから寒くなりますけど、そうですね、今度は寒さ対策は、そうですね、もうあのボカロに頼り切っておりますから、やけどしないように、ね、どこに貼るかとかね、はい、前貼る派と後ろ貼る派がいるそうなんですけど、うん、あ、どっち？私は背中なんですよね。よく腰とかなんかね、こっちの方がいいっていう、の方がなんか全体温まるような気がするんですけど、ね、あとなんかお腹を温めることで腸内環境良くなるから、それも健康に良いって、両方温まるんですか？そんな話を聞いたこともある。あ、なるほどね、うん、でも、ね、汗かいてたあと首ね、首とかね、首元とかね、はい、大事ですよね、やっぱり特に歌い手っていうのはね、喉大事ですもんね、喉が命ですって。本当ですね、もう新曲が出ました、はい、タイトルがあります、サロマの海、湖と書いてサロマの海というタイトルになります。ちょっと北海道シリーズというのをやっておりまして、はいはい、今回でなんと第5弾なんですね。すごい、北海道第5弾。そうなんです、最初はね、あの、そうです、フェリーで小樽へ渡るっていう歌だったんですね、海峡並み、はい、それから今度はポッポ山舞台に行く、終着行きの根室線と根室本線が舞台だ、はい、それからえいも風岬、えいも岬行きまして、で次がまたこの高倉健さん主演の駅ステーションっていうのの中に出てくるお店をモデルにした春松女、はい、そしていよいよサロマ湖に参りまして、サロマ の海というものです、ね、それでエイさんあるんでしょ、そのサロマって。サロマ湖っていう湖があるんね。あら、知らないです。知らない、ごめん。とんでもないです。勉強不足で。そうですか。どの辺にあるの、北海道って言ったら、北海道、ひし形になってますね。てて、で、ちょっとこの斜めの、うん、これは何ていうんですかね、オホーツク海のところですかね。釧路、はい、とかそっちだったっけ？釧路もちょっと下ですね。釧路、ちょっと上。釧路とか、ちょっと上あたりかな、この辺りで。日本で3番目に大きな湖なんですよ。そうなの、琵琶湖、琵琶湖、そして、うん、どこだ？え、次？わかんないですか？わかんない。霞ヶ浦、あ、これも湖なんですね。それで3つ目がサロマ湖。あら、それでね、湖とは言っても、あの、海水がこう混じってて、ですから海の豊富なミネラル、たっぷりなので、そこのホタテがまたね、もうすごく美味しいホタテが取れたり、もうすごい海の幸もね、何でもこう取れるような、はい、いいところなんですよね。北海道出身じゃないですよね。だからもう北海道出身のようにね。そうですよね、そうですね。東京の江戸川でも、今のホタテが美味しい。ホタテとか、はい、まあ、ちょっとカニとかもう食べてきたんですね、そういうってことは。いや、まだですね。すいません、これからですか。もう話先聞いて、これから絶対美味しいから、あと絶対一応食べた方がいいよという。そうです、そうです。一回は必ず食べようと思って。そうですね、あの私何も言いません、お土産なんて言いませんから。言ってるじゃないか。言ってますね、そう。歌の内容的には、あ、そうですね、はい、今まではあの失恋をしたりして癒しの旅だったり自分が身を引いてみたいな、はい、の女性だったんですけど、うん、今度は一度別れるんですけど、一度別れる、別れるんですけど、やっぱりこの人じゃなきゃダメって、うん、自分で追いかけていって、うん、でこの北の町、サロマ湖のある町まで追いかけていって、うん、幸せをつかみに行くっていうね、で最後はハッピーエンドで、あら、幸せの涙をこぼすという、ね、サロマ湖がまた綺麗に描かれていて、あなたの
澄んだ目のようにって青く清らなサロマの海はって出てくるんですけどね、一番の真っ青な海が、あの湖 で最後は赤く夕日に染まった、うん、そこに幸せな目のポロッとこぼして、あ、もうすぐあなたに会えるっていうところで終わるんですけど、それ今詩の内容でしょ。あ、そうです、そうです。ちょっと今すごいいいところで、そのどこが一番好きですか、詩のそのフレーズっていうか。そうですね、フレーズですか、いっぱいあるんですけど、どうぞ。あのね、2番の歌詞が大好きで、ちょっと待ってくださいね。あ、ずっと用意してあったんですよ。そうだそうだ、これ、ね、誰も使ってくれないんですよ。どうしてどうして、ね、これちょっとマイクをちょっと片手にですね。そうなんですか、雰囲気も出して、ちょっとこれ、あ、ごめん。みたいな感じですけど、まあ、でもなんとなく雰囲気出ますよね、はいはい。冬のカモメがサロマの海に話しちゃダメと泣いて飛ぶ。ここが好きなんです、ね、話しちゃダメって そこすごいいいね、いいですよね。うん、ここはもう歌いどころはグッときますよね。よくちゃん、よくちゃん、うまいよ。マイクがいいんですよ。違う、違う、なるよりくっとない、ない、あ、でもそれ、今のところ、ちょっともう一回だけ、ちょっと、もう一回聞きたい、ちょっとだけ、ダメって言うの、この海にって盛り上がって、話しちゃダメと泣いて飛ぶっていう、ここですよ。これはですね、今日ね、聞いていただいた方は、はい、ワンポイントのワンポイント、なんか気持ちがグッとね、こもるところですよね。ここを真似ていただいたら最高ですね。その前に CD をね、必ず CD、ごめんなさい、ないんだ、ちょっとすみません、なんかないみたいな、ね、さっきから前に使ってますね。そうですね。多分後でここに出るんじゃないですか。ぜひお買い求めください。よろしくお願いいたします。本日のゲスト、秋山丸。あ、ごめんなさい、その前にね、曲紹介してもらわなきゃいけない。私からでいいんですか。じゃあマイクこのまま行ってみますか。どうぞ曲紹介よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、北海道シリーズ第5弾ということで、思い入れがとても強い歌です。作詞家の窓かきおの先生、編曲の糸のりお先生、そして私が作曲させていただいてます、サロマの海、サロマの海です。どうぞよろしくお願いいたします。どうでしょうか、秋山涼子ちゃん。ね、素敵でしたね。たこと全部やってくれて、このマイクを本当使っていただいても、まあ、ちょっとやってみてこれで、どう？でも歌い手さんってマイク持ったら話しやすいのかな。分かる気がします。分かる気がする。すごく今すごく喋りたくなってきましたね。あ、喋って喋って。あれ、なんかほら告知なんかも。あ、告知、告知はですね、私のアメーバブログ3度の飯より歌が好きをご覧いただければと思います。はい、はい、それでね、はい、笑顔でつなぐコンサートありまして、うん、はい、12月の1日は、清水亭さん、はい、静岡県の方で行います、うん、ね、山本リンダさん、たくさんの方来ていただきますね。すごい豪華ですね。来年です。はい、ね、1月の12日、はい、群馬県、群馬県って言ったら前橋市、お、ね、ということで、ということで、笑顔でつなぐコンサートがですね、1月の12日前橋でね、行います。証券学園前橋ホールというところなんですけどね、うん、なんとゆかりちゃんも、はい、参加させていただきます。前橋の皆様、よろしくお願いします。ぜひぜひお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、ということで、はい、もうお別れですか。はい、ね、お別れですね。あっという間ですけども、では元気よくいきましょう。ごきげんよう、さよなら。